絶対にプロポーズ成功させるぞ。俺の名前は加藤直人、25歳のサラリーマン。今日は同棲中の恋人浦ありうざめにプロポーズするためプレゼントを買いに出かけていた。喜んでくれるといいな。その前にあいつにも報告しておこうかな。バスもまだ来ないみたいだし。直人、どうしたの？電話の相手は幼馴染の中野もも。昔から仲が良く、困ったことをいつでも相談し合う仲だ。実はこれから彼女にプロポーズしようと思ってるんだ。あ、ももには恋愛相談にも乗ってもらったし、お礼を伝えておきたくてさ。そっか、うまくいくといいね。なんか疲れてる？元気ないみたいだけど。大丈夫、最近ちょっと仕事で忙しいだけだから。それじゃね。電話切れちゃった。もものやつ仕事大変なんだな。ってボス来た。それからしばらくして俺は意気揚々と帰宅したのだが、ただいま。うざみ、話が。もう帰ってきたの？やべ。どうしてチャラ男がうちにいるんだ？彼は同僚で親友のヤバすぎチャラ男。仕事ではいつも力を貸していたのだけど、これはどういうことだ？バレちゃったなら仕方ないわね。俺たち付き合ってんだよ。は？チャラ男は俺とうざみが付き合ってるの知ってただろ。美人で仕事もできるうざみに惹かれたって話もして。悪いな、こいつは俺の方が好きだったみたいだぜ。うざみはいつも俺を頼ってくれたじゃないか。頼ったねえ。優秀なうざみに頼られるのが俺は嬉しかった。プライベートでもうざみを支えたいと思ってプロポーズも考えてたのに。利用してただけに決まってるでしょ。そもそも無能の DNA なんていらないわ。あんたは用済みだからさっさと出て行ってね。この部屋私の名義で借りてるんだから。そんな。その後会社でも二人に悪評を流されるように、チャラ男には仕事の成果を奪われたとまで言い回られてしまった。二人のせいで信用を失った俺は会社に居づらくなって退職した。これからどうすればいいんだ。ナオト、何してるの？モモ、風邪ひくよ、早く帰った方が。もう帰るうちがないんだ。わかった、とりあえずうちに来て。1時間後。お風呂まで貸してくれてありがとう。ちょうど夕食もできたよ。ありがとう、おいしい。ありがとう。それでどうしてあんなところにいたわけ？それがカクカクしかじかで。あのあと報告ないと思ったらそういうことだったんだ。ごめん、落ち込んでてつい連絡忘れてた。ううん、そんなことあったら仕方ないよ。でも直人を裏切るなんて許せない。仕方ないよ、仕事できないのは事実だし。でも俺は本当にうざみに憧れてたんだ。仕事もできて誰とも仲良くできる姿に。仕事ができればちゃんと必要とされる存在になれたのかな。そんなことないよ、直人はそのままでいい。それに直人は仕事できる人だから。え？だって私が仕事の相談をした時いつも的確なアドバイスをくれたでしょ。私は直人が仕事できないなんて思ってないよ。もも、だからさ、直人を1000万で買わせて。買うって何？1000万であなたを雇うって話。本当はね、ずっとスカウトしたかったの。あなたは昔から私を支えてくれた大事な幼馴染。いつも助けてくれたし、今度は私がナオトを支えたいの。住む場所がないならうちを使っていいから。ありがとう、俺もモモの力になれたら嬉しいし引き受けるよ。たださすがに給料は他の人と同じにしてくれないかな。どうしてもって言うなら仕方ないな。じゃあこれからよろしくね。なあ、部屋は空いてるとこ使っていいけど、私の部屋は勝手に入っちゃダメだよ。幼馴染だからって許可なく異性の部屋に入ったりしないよ。数日後、モモの会社に入ってもう数日か。
桃が実際に働いてるところは初めて見たけど。申し訳ございません。ミスは誰にでもあることよ。あとは私に任せていいから気にしないで。はい。さすが社長だな。仕事ができる上にあんなに優しいなんて尊敬します。桃ってすごく慕われてるんだな。俺も頑張らないと。桃の姿に触発されて俺も仕事を頑張るように。任された仕事をできるだけ早く終わらせたり。終わりました。1日分の仕事を1時間で。困っている同僚の子を助けたり。お手伝いしますよ。ありがとうございます。そしてうちでは変わらず桃との生活が続いていて。マッサージ気持ちいい？うん、でもなんだか恥ずかしいな。照れなくていいじゃん。一緒にお風呂入った仲でしょ。幼稚園の頃の話だろ。でも直人はよく頑張ってるね。入社して1ヶ月なのにもうみんなから信頼されてるみたいだし。桃だって頑張ってるだろ。桃の姿を見て頑張ろうって思えたんだ。おかげで最近は毎日楽しいし前向きになれそうだよ。元カノさんのことも乗り越えられそう？うん。だから会社に誘ってくれてありがとう。これからも頑張れよ。しかし数ヶ月後、桃との関係にある変化が起き始めた。ねえ直人くん、今日は私たちとお昼食べない？ええ、もちろんいいですよ。帰宅後。あーん。どうしていきなり？あんしてあげたい気分なの。よくあるでしょ。ないよ。というか自分で食べられるから。どうして嫌がるの？え？お昼は女の子たちと食事してたくせに私のあんは食べられないの？同僚の子たちにあんしてもらったわけじゃないんだけど。他の子たちと仲良くしてもいいけど私より仲良くするのは許さない。私のあん食べてくれるよね？うん。どう？美味しいです。やった。なんかいつもの桃と違う。可愛いけど。さらに深夜。なんか重い気が。え、何してるんだ。スピー、私は寝てますよ。嘘つくの下手か。起きてるのバレバレだよ。う、部屋間違えただけなの。なあ、ちょっと何なんだよ一体。その後も桃はどこかおかしかった。会社ではいつも真面目で真剣な顔ばかりしてるけど。なおと、最近うちに帰るといつもこうだな。まあ悪い気はしないけど。そんなにくっついたら恥ずかしいんだけど。このくらい幼馴染なんだから当たり前でしょ。いつも手をつないでたし。それは小学校の話。桃がよく迷子になるからおばさんに手をつないであげてって言われたんだよな。あの頃からいつも私を支えてくれたよね。私これからも直人のこと頼りにしてる。ずっと隣にいてね。え、他の社員の子たちだって直人を頼りにしてるからね。ああ、そういうことか。もちろんこれからも頑張るよ。びっくりした。告白されたのかと思った。って、あれ？どうしてちょっと残念に思ってるんだ？まさか俺、桃が好きなのか？そんなある日。今日はデートだね。ただ映画に行くだけだよ。デートじゃん。いいから行くぞ。なあ、人混みが。桃！あ、しまった。つい体が動いて。ごめん、すぐ離れるから。待って、やっぱりはぐれたら大変だし、手つなご。そうだな。落ち着けよ俺の心臓。桃とは昔から何度も手をつないでただろ。あら、ナオトじゃない。うざみにちゃら。この人たちが前にナオトが言ってた。まさかその子彼女か？違うよ。照れなくてもいいのに。でもこんなやつの恋人になるなんて見る目ない。それともこいつしか相手いなかったとかかしら？は？
あんたがいなくなってからジャラオは出世してエリートになったのよ。それに比べてあんたはどうせ大した仕事もしてないんでしょ。こんな男を選ぶなんてよほど彼氏に困ってたのね。彼氏になるなら誰でもよかったんじゃね。彼女を悪く言うな。モモは恩人で大事な幼なじみだ。それに俺は彼女を一生支えるって誓ったんだ。ハケ犬の言葉なんて全く響かないわ。ぬっと、そろそろ予約してた高級レストランの時間だぜ。あーやー、こんな奴らに困ってる暇ないわね。じゃあね。ほんとごめん、嫌な思いさせたよな。ううん、気にしてないから大丈夫。それよりも、さっき私を一生支えるって言ってたけど。それは仕事でってこと。深い意味はないから。だよね。ほら、俺たちも映画の時間があるし早く行こう。待って、今日はこのままギュッてしてていい？え、ギュッてした方がはぐれにくいと思うし。おう。ナオトの太陽落ち着く。俺は心臓が爆発しそうだよ。数時間後。一体どうしたんだ俺は。気づけばモモのことばかり考えるし全然寝れねえ。とりあえず水でも飲もう。今の声、モモの部屋から。何かあったのか。どうしよう、部屋に入るなって言われたけど、なんかあったら大変だし。入るからな。ノックもしたし。でぇー、で、なんじゃこりゃー。ナオトの匂い、シャキー。俺は今日俺が着てた服、洗濯に出したはずだけど持ってきたのか。部屋の写真も俺ばかりだし、まさかモモってヤンデレ。いや、それじゃあまるで俺のことが好きみたいじゃないか。とりあえず退散しないと。すみませんでした。部屋を見られちゃうなんて。どうして俺の写真がこんなに。好きだからに決まってるでしょ、ナオトのこと。小さい頃からいつも助けてくれたじゃん。いつか告白したかったんだけど勇気が出なくて。そしたら彼女なんてできちゃってて。でも彼女と別れて落ち込んでたのを見た時は本当にナオトを助けたいって思ったの。けど一緒に過ごしているうちにもっともっと好きになっちゃって。それでこんな部屋になっちゃったと。ナオトがいけないんだよ。私の気持ちに全然気づいてくれないんだから。ごめんなさい。ううん、言わなかった私も悪いもんね。だからこれにサインして。え、私と結婚してあなたの DNA が欲しいの。はい。どうして婚姻届があるの。いつもナオトと結婚できないかって妄想してたの。気がついたら机の上に。まさか無意識のうちに市役所に行ってきたの。でも私って気持ち悪いかな。ナオトの写真をこんなに集めてるし。そんなことない。むしろ嬉しいくらいだよ。こんなに俺を必要としてくれるなんて。それに俺も好きなんだ。真面目に仕事してるところとか、いつも周りに優しいところとか。気づいたのは最近だけど。じゃあ今すぐ結婚しよう。本当は結婚前に交際期間とかあるものだけど、幼なじみの私たちにそんなのいらない。分かった。お互いのことはもう十分すぎるくらいに知ってるし、すぐ結婚しよう。結婚すると決まればあとは早かった。数日後には両親に挨拶を済ませ、婚姻届を役所へ提出。さらに数ヶ月後には結婚式も挙げて正式な夫婦となった。結婚するとモモは今まで以上に甘えてきて。このままナオトの膝の上に住みたいな。むしろナオトの体の一部になりたい。そうすればいつどこで何をしていてもずっとずっと一緒にいられるし。何言ってるんだこの子は。まさかモモがヤンデレだったなんてな。本当に足がしびれてきたから離れてほしいんだけど。
離れるのやだ。ナオトのぬくもりを感じられなくなるなんて寂しい。あ、そうだ、一生離れられなくなるように私たちの体を縫い合わせて一つにすればいいんだ。大丈夫、ちょっとチクってするだけだから。ちょっとで済まないだろ。てかそんなことしなくても俺もずっと離れたくないくらい好きだよ。本当？冗談で言わないって。モモとくっついていられると落ち着くし、仕事とかで離れると寂しい。こんなこと思う俺も結構重いのかな。うん、重い私にはちょうどいい。そんな幸せな結婚生活を送っていたある日のこと。ナオトとお出かけ嬉しい。そんなにくっついたら歩きにくいよ。ナオト、うざみにチャラ。どうしてそんなボロボロに。それはこいつがあんたの仕事の成果を横取りしたのがバレたのよ。他の社員からの手柄も横取りしようとして失敗したの。その調査であんたとのこともバレて散々よ。俺のせいにすんなよ。最初に提案したのはうざみだろ。うるさい、バレたのはあんたのせいでしょ。おかげで私まで会社で変な目で見られるようになって仕事を辞めたんだからね。お前だって金遣い荒いのどうにかしろよ。おかげで家賃払えなくてアパートも追い出されたんだからな。転職活動もうまくいかねえし。つまり二人はホームレスってこと？悪いかよ、お前だってどうせ大した仕事もしてねえくせに。そんなことないわ。彼はうちの会社で働く大事な社員よ。年収だって1000万を超えたんだから。1000万？こいつよりも超有料物件じゃない。ねえ、今からでも私たちやり直しましょうよ。何言ってんだよ、お前には俺がいるだろ。うっさいわね。あんたよりもいい物件が見つかったんだから乗り換えるのは当然でしょ。ナオトだって私と結婚したかったのよね。お前とやり直すわけないだろ。そもそももう結婚してるし。え？彼女のお腹には俺たちの子供もいるよ。はあ？今日は子供が生まれた時に必要なものを買いに行くところだったの。はあ、ナオトとの子供絶対に可愛いに決まってるわ。そうだな、モモに似て絶対可愛いよ。嬉しい。イチャつくぜ。ナオトのくせに生意気な。いたぞ、金返せ。やべえ、借金取り。覚えてなさいよ。それからしばらくして、うざみの父親の社長がうちへ来た。チャラオくんのことで調査してて遅れたが、君には申し訳ないことをした。本当にすまない。彼から聞いた話によると、うざみは家族の縁も切られ、チャラオと共に借金生活に追われてるらしい。俺も今の会社に入れて幸せだし、社長もうざみたちに騙されていたので許すことにした。それからしばらく経ち、よしよし。やっぱりナオトとの子供可愛かったね。こうして幸せな家庭を作れたのもモモが助けてくれたおかげだよ。ありがとう。そっか、じゃあ私のお願い聞いてくれる？え？私ね、家族でラグビーできるくらいの子供が欲しいの。そこサッカーじゃないんだ。ラグビーは15人でやる競技だから。サッカーより4人多い。だから一緒に頑張ろうね。幸せすぎてこれからもっと忙しくなりそうだな。見るです。もし時間があればもう1本だけ他の動画も見てくれるとすっごく嬉しいです。